どうもこんにちは、新米クッキングのひかです。今日作る料理は沖縄料理のラフテーを作っていきたいと思います。ラフテーは過去に2回ぐらい作っていますけど、今回はちょっとアレンジした感じでカツオ風味にしたいと思います。では調理開始です。はい、まず最初にこちらのアメリカ産の豚皮なし三枚肉を使ってブロックですね、カットしていきたいと思います。皮なしがいいですね。皮があると硬くて硬くて、また切るのも手間がかかりますので、皮なしのやつを買ってください。皮なしはこっちですね。顔がないですよね。これはそうですね、ちょっと大きめに2センチぐらいですね、カットしていきます。はい、ちょうど5つですね。3、4、5。続きまして、皮をカットした豚肉を全面焼き色をつけたいと思います。600cc ですね、3カップ。ペーパーで水ですね。水は適量です。ひたひたなるぐらいまでなれば OK です。その間に、次はかつお節を作っていきたい、かつおだしを作っていきたいと思います。3カップです。水はそれにかつお節を沸騰しましたら、たっぷりのかつお節を入れたいと思います。こんなのかな。はい、今回使う鍋は電子圧力鍋です。こちらですね、こちらの使って角煮を作っていきたい、ラフテーを作っていきたいと思います。豚肉を30分間茹でてる間に、だし汁を作っていきたいと思います。まず最初にだし汁3カップですね。青森1カップと1/2ですね。
次に醤油大さじ5、みりん大さじ1と1/2。はい、これで出汁が決まりましたので、酒の味しかしない。はい、30分経ちました。はい、こちらを沈めていきたいと思います。これを電子圧力鍋で肉を柔らかくしていきたいと思います。肉ですから15分になりますね。はい、蓋を閉めましょう。平気じゃなくて密封ですね。はい、これで沸騰してから15分ですね。沸騰してから15分の圧力がかかります。そしてだいたい圧力が抜けるまで20分から30分でしょうか、待ちたいと思います。美味しく出来上がっていることを祈ります。はい、15分経ちました。あとはピンが下がったら OK ですね。下がりました。じゃあ中開けて確認していきたいと思います。こんな感じですね。 2,4,5 ここ入ってます。この中、今日食べるのではなく明日の朝、何時間後だ、12時間後ぐらいに食べたいと思います。12時間後は味が染みてると思いますので、染みてますので、12時間後ぐらいに食べたいと思います。それとゆで卵入れていきたいと思います。こんな感じでゆで卵も味が染みると思います。はい、12時間待ちたいと思います。実食していきたいと思います。出来上がりました。では食べていきたいと思います。なんだかんだ15分だったんですけど、それでは弾力があるような感じだったので、もう20分追加して計35分の圧力をかけてやりました。じゃあ食べていきたいと思います。うわ、もう箸で割れる。じゃあちょっと食べていきましょう。うわ、こぼした。うん、おいしい。ふわふわ、あ、ふわふわじゃない、トロトロ。うん、これで卵はどうでしょうか。半熟です。半熟ですね。うん、うまい。半熟がいいですね。
個残しましたけど、これは後で食べたいと思います。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。